さん、はい、今回は何ですか、はい、第2回目のテーマはこちらです。これはゴッホのひまわりというやつですね。これは何か疑問な点があるんですか？これはなんか同じような絵がいっぱい描かれてるじゃないですか。確かにね。ゴッホってひまわりが好きだったのかというか、なんでこんなに大量に同じような絵を描いたのかなっていう疑問です。はは、まあ、好きだったんだろうね。好きだったんだってよ。いや大量にって言うけれども、このゴッホが描き始めたこの花瓶に刺したひまわりね、これ今存在が知られているのは7枚だよ。でそのうち1枚は、今空襲で焼けちゃってないから6枚現存することが確認されているのね。で1枚はアメリカの個人が持ってるわけですよ。であんま普通に見ることができない。でもう1枚は日本にあったの、日本の芦屋にあったんですよ。山本小彌太さんっていう実業家が武者の小路実篤とかに頼まれて、もうこの絵がどうしても欲しいんだって言って戦前に買ったんですよ。で日本にあったんだけれども、第二次世界大戦の時の空襲で焼けてしまったんですよね。だから2枚見ることができない。残りの5枚を今日私たちが見ることができるわけだけど、和田さんが持ってきてくれたこの1枚はですね、これはつい先ほど日本に来ましたね。イギリスはロンドンのナショナルギャラリーというところに、所蔵されている1枚なんですね。でこれはゴッホが南フランスのアルルというところに行ってから8月に実際にこのひまわりを見て描いた絵なんですけども、同じように実際に見て描いた絵がもう一枚あるんですよ。でこちらなんですね。背景がちょっと薄い青い背景のひまわり。こちらはですね、ドイツのミュンヘンのノイエピナコテークっていうところにあるんですね。でこの2枚をゴッホは8月に実際にひまわりを見て描いたんですよ。でそれを自分でセルフコピーしたわけで、この青いひまわりの方のセルフコピーはアメリカのフィラデルフィア美術館にあるのね。でこれ青2枚で、黄色い方のひまわりのセルフコピーは1枚はオランダのアムステルダムのバンゴッホ美術館にあるわけで、もう1枚はこれもまたなんと日本にあるんですね。こちらですよ。日本の新宿の損保美術館さんにあるんですね。これね、自分が描いた作品を見ながらセルフコピーした作品なんですね。だからこの黄色いのがナショナルギャラリー、損保美術館、バンゴッホ美術館と3枚あって、青いのがミュンヘンのノイエピナコテークとアメリカのフィラデルフィアにある。5枚2パターン5枚っていうことなんですよね。多い？多いと思います。多い？多いね。でこれゴッホはなんでそのひまわりを描いたのかっていうことなんですけれどもね、まあ、ゴッホはですね、まあ、オランダの人だってのは知ってる？ヴァン・ゴッホ。ヴァンってつくと大体オランダかベルギーだってのは知ってるよな。サッカーとかバンデルなんとかとかやたら多いだろう、オランダの選手は。ファン・バステンとかいるでしょう。私野球なんですよ。野球大好きなんです。野球はわかります。それも日ハムとかしかわかんねえんだろう、きっと。ヤクルトですね。全くいらない情報だったね。まあそのオランダで生まれたわけで、まあ弟を頼ってパリに出てきて、でそこでいろんな画家の仲間たちができて、で南フランスのアルルっていうところに行くわけですよ。でそこのアルルでですね、この黄色い家っていうのを借りるわけですよ。これ僕が自分で描いた、これ黄色い家、ね、2階建ての小さな家で、こっちにカフェになってて、このカフェもよくゴッホが絵に描いてるカフェなんだけど、これ借りちゃうわけ、弟の金で。
全部ゴッホは弟の金で暮らしますから、何しろ絵一枚も売れないわけですから、一文なしですから。弟は有名な画商に勤めてて、ちゃんと働いてる方の人ですから、全部弟にお金借りて、で一人なのになんでこんな家必要なのかっていうと、ゴッホはここに画家の仲間たちをパリから呼んで、その生活共同体、芸術家の共同体を、共同生活をここでしようと思ってたわけですよ。でそこの食堂をこのひまわりの絵で飾りたいと、まあ、手紙に書いてるわけですよ。でなんでひまわりかっていうと、ひまわりって和田さんどんな花ですか。よく言われるのはどんなことをしますか。ひまわりは太陽に向かって咲く、太陽の方を向くって言いますよね、うん、だからひまわりってのはこう常にこう理想を追いかけるアーティスト、芸術家の象徴であるわけですよ。でこの芸術家の象徴のひまわりを、まあ、そこの黄色い家に集まる仲間たちの数だけ描こうという計画をしてたんじゃないかと言われてるわけですよ。でまあこれは一説だけど、まあ、キリストの十二使徒のようにね、12人の仲間たちがここへ集まって芸術家生活をしていこうと、だからこう12枚のひまわりを描こうとしてたんじゃないかとも言われてるんですね。だからまあこのひまわりを何枚も描いたわけなんですけれども、これそもそもなんでアルルに行ったのか、でそこでなんでこの芸術家の共同生活をしようとしたのか、それはですね、ゴッホが日本に、それも間違った日本に憧れていたからなんですね。ゴッホが浮世絵を自分でコピーするで油絵で描くほど日本美術が好きだったのはご存知ですか。初めて知りました。びっくりです。大体の日本人はゴッホがあのコピーした浮世絵の絵って見たことがあるはずですよ。間違った漢字とか書きながら書いてる浮世絵、そのぐらい日本美術が好きだった。でオランダにいた頃から関心はあったんですけども、パリに出てきたら、当時パリはもう大ジャポニズムブームで浮世絵とか日本美術いっぱい売ってるんですよ。でも日本から行ってその日本の美術を売る店っていうのがあったわけですよ。もともとその明治政府があの日本のいろんな工芸品をヨーロッパに輸出するように規律交渉っていう会社を作ったのね。でそこにの、まあ、支配人だったのが林忠正 でそこから独立して自分の店を開いたんだけども、ゴッホはそこに入り浸るわけですよ。で弟の金で浮世絵買いまくるわけですよ。ほいでまあほらゴッホオランダの人で、ね、それまでは暗い絵描いてたわけですよ。それがあの浮世絵のカラフルな絵を見てすごいと、この色すごくね。で何を思ったか、ゴッホはこんなにね明るい絵を描く日本はね、光あふれる南国に違いないって思うんですよ。それでこのパリでも暗いと、もっと明るい光を求めてっていうことで南フランスのアルルに行くわけ。1888年の2月20日ですよ。この年はフランス異常気象で、南フランスのアルルに雪が降ってたんですよ。でゴッホが汽車降りたら雪が積もってた、まあ、まあまあ暗いと思うよ。南フランスって言ったって日本でいいや北海道よりの上の方だから。だけどもう花から日本だって決めてかかってるから、これは日本の画家が描く雪景色だって言ってもう譲らないんだよ。もうずっとアルルは日本だって言い張ってて、でもうしばらくしたら天気良くなってくるから、ほら見ろって、日本の光がここにはあるって言って、で素晴らしいってみんなアルルに来いよってなるわけですよ。でゴッホは例えばピエール・ロティっていう人が書いたお菊さんとかね、こう間違ったこう日本を紹介する小説とか、偏った限られた資料で日本を学んでるから、いろんな変なことを思い込んでんだよね。さっきも言ったように光あふれる南国だと思ってたりとか、あとどこで読んだんだか、日本の女性はおちょぼ口をしているって思ってる。それでこうなんかおちょぼ口の女の人書いて娘っていうタイトルつけたりしてるんで、日本の娘はみんなおちょぼ口をしてる、この子を書いたりとか、あの自分の自画像を頭剃ってこれが日本の坊主だと、ボンズとしての自画像とかっていうのを書いたりとか、いろいろ間違った
日本館を持ってるんだけど、その中でこれどこで読んだのか、日本の画家たちはみんな共同生活をしてるっていうわけ。それでお互いに作品を送り合うんだと、素晴らしい風習じゃないかと。で我々もヨーロッパの日本であるこのアルルのね、この黄色い家に集合してね、みんなでこの一緒にこの芸術を高めていこうじゃないかと、ひまわりみたいに常にそうに向かっていこうじゃないかみたいなことを言うわけですよ。で、まあ、パリ時代の仲間にみんなアルルに来てくれよって手紙をガンガン送るわけですよ。誰も来ないですよでそれはなぜかというと、みんなこのゴッホの困った性格を知ってるからなんですよ。でゴッホっていう人は本当にまあ体がかわいそうって言ったけど、ある意味かわいそうな人なんですよ。まあ、思い込みが激しいわけ。まずね、さっきもこの日本、ここアルルが日本だって言ったらもう譲らないわけだよ。思い込みが激しいのと、あと人の役に立ちたいっていう気持ちが強すぎちゃって、それが常に空回りしてかえって人の迷惑になるっていう。だから例えば女の人好きになると、もう好きすぎちゃってすぐにストーカーになっちゃうんですよ。まずいでしょ。でこのなんか人のために役立ちたいって言って、あの牧師になりたいって言い出すんですよ。で見習い牧師の資格取って、もう見習いの資格のまんまベルギーの炭鉱に行って、炭鉱夫の役に立ちたいって言っていろんなことして、炭鉱夫に逆にあいつうざいって言ってつかもうあの気持ち悪いんですけどみたいなこと言われてクビになったりしてるわけですよ。おいで今度はじゃあ画家になろうってなった時に、こうフランスのミレーみたいな農民画家になって、絵で農民たちの暮らしを助けたいっていうわけですよ。それで近所の農民にモデルになってもらって絵いっぱい描くんですけど、農民の方からしてみれば、いや仕事忙しいのにモデルとか勘弁してくださいよって、またあいつ来たよみたいな感じで、もうあいつと付き合わない方がいいって言われて、もう誰もモデルになってくれなくなっちゃった。まあ、それでパリに行くんですよ。だそういうふうにこの人の役に立ちたいっていう気持ちは強いんだけど、それが空回りして迷惑になる。でこれもそうなんですよ。ゴッホは仲間たちのために良かれと思ってこの家借りて、ここはこんな素晴らしい光があるぞと、日本の光があるとみんな来いよって、なんで来ないんだよみたいな、こんなもう家まで用意したよって言うんだけど、いやそこがうざいとこだよ誰も言ってねえじゃんみたいな、お前一人で何先走ってんだよみたいな。でしかもあれでしょって、あのたまに会う分にはいいけど一緒に暮らすなきついっすよってなっちゃうわけですよ。それであのめっちゃへこむの、誰も来ないって言ってなんで誰も来ないんだって言って、そうするともうこのゴッホを常に支えててくれたその弟のテオっていう人がね、それ画商じゃない、そのパリで結構いろんな画家たちをこうの作品を扱ってる画商の、だから画家仲間みんな知ってるわけですよ。誰か頼むから兄貴のとこ行ってやってくれませんかねって言ってみんなに頼むやん。いい弟、ね、いい弟ですよ。もう兄貴のためにも命を捧げたような弟ですから。その時にゴーガンっていう画家が、この人がものすごいお金がなかったんだよ絵が上でなくて、で若い画家にたかったりばっかりしてたんだよでテオがゴーガンさん、ちょっと兄貴のとこ行ってやってくれませんかって、手紙ガンガン来てるでしょうと、顎足全部持ちますと、でさらに向こうで描いた作品全部うちで買い取りますから、なんとか行ってやってくれませんかっていうことで、じゃあしょうがねえ行くかってなるわけですよ。でゴーガンが来ると分かってからのゴッホの喜び方がまたやばいんですよもうあの新婚の奥さんみたいになって、ちょっと気持ち悪いぐらいなのよ。あの黄色い部屋の僕の部屋はこんなだよって絵描いて送ったり、ゴーガン の椅子を買ったよって言って、僕の椅子は肘掛けだけど君の椅子は肘掛けついてるよとかだけどなかなか来ないんだよゴーガンなんだかんだ言ってやっぱり行くの嫌なんだよ。1ヶ月ぐらい引っ張って、でようやく来たのがですね、確か10月の23日ですよ。10月の23日に来たんですけども、
でまあ一緒に住んで、まあ、一緒に絵描いたりなんかしてたんですけども、まあ、最初は何でもなかったけど、まあものの1ヶ月で揉め始めるわけですよ。めんどくさい、めんどくさい性格、お互いめんどくさい性格だから。おいで、たった2ヶ月後の12月23日に、あの有名な耳切り事件。これは知ってる？はい、知ってます。起きるわけですよ。耳切り事件ってどんな事件よ。自分で切った。そう、自分で切ったと言われてるんですよ。で、それどうした切った耳。飾ったんですか。飾りやして馴染みの娼婦のところに送ったんだ。わけが分かんない事件なんだ。この耳切り事件はこれ未だに謎だ。これまた別の機会にゆっくりお話しすることはあると思いますけどね。まあとにかくそんな事件を、まあ、錯乱してたことは間違いないわけですよ、ゴッホがね。だから病院に入れられたわけですよ。それで病院から出てきて、もう1月ですよ。一人で誰もいなくなった。もうゴーガンパリ帰っちゃった。寒い。暖房ないですよ。ね、いくら南フランスといっても寒いですよ。そこのこの黄色い家に一人帰ってきて。で、一人で自分が描いたひまわりのコピーを描き続けてた。後からさらに書いてるんですか。後からさ、この損保にあるやつはゴーガンがいる間に書いたセルフコピーっていうのが分かってる。だけどあのバンゴホミュージアムにあるやつは1月に書いてる。それからフィラデルフィアにある青いひまわりのコピーも1月に書いてる。誰もいなくなってから病院から出てきてから一人で書いてるんですよ。寒い黄色い部屋で。かわいそうじゃないですか。かわいそうでしょ。だけどそうやって和田さんとかもかわいそうって言うけど、じゃあお前がゴッホ助けてやれよって言われたらどうなのよ。でも1回ぐらい行ってあげてもいいか。1回行ったらもう次ストーカーされるからね。漏れなくもうどこまでもついてこられる感じ。まあ漏れなく好きになられちゃいます、ね、それでも行きます。ゴッホを背負ってやれる覚悟はあなたにありますか。身代わり連れてきました。わ、そんなことしたら裏切られたって言ってまた大暴れ しますよ。じゃあ行かないです。でしょ。そうやって結局そうなんだよ。それでアルルで、まあ、そうやって退院して帰ってきたわけですよ。それでこのひまわり描いてこう落ち着こうとしてたわけですよ。ところがそこにアルルで唯一ゴッホに優しくしてくれてたのが駅の郵便係のルーランさんっていう人なんですよ。その人の絵よく描いてますよ、ゴッホ。でその奥さんもいて、その夫婦が唯一ゴッホに優しかったんですよ。ところがその夫婦がマルセイユに転勤になっちゃうってことが分かって、でさらにあのもうゴッホの暮らし一切を支えてた弟のテオが婚約したっていうニュースが入ってきたわけですよ。でこれ婚約して家庭を持てば今までみたいに金くんなくなるんじゃないかっていうのがありますよね。でまた暴れて、でまた入院して、でまあすぐ出てくるんですけども、今度この黄色い家の周りの住民が、いやあいつ野放しにしないでくださいよが出ちゃうんですよ。ほいで市長にあのゴッホを病院に入れてくださいっていう署名をみんな書いて嘆願。でもゴッホは分かりましたと、じゃあもう自分から入りますっつって自分から精神病院に入院するんですよ。暴れるっていうのはもうなんか他の人に害を与えるぐらい暴れてるんですか。これがね、多分ゴッホが人を傷つけたことってないんだよね。自傷に走るタイプなんだよね。だからその耳切り事件とかもそうだけど、死んでやるのタイプの。で結局まあ最終的にそのこれもまた謎が多いのは自殺しちゃうっていうね。でこれも自殺じゃない説があって、これも非常に謎なんだよ。またそのゴッホはそれ自殺なのか
どうなのか、どんな説があるのかなというのはまた別の機会でお話したいと思うんですけども、まあ、とにかくこのひまわりを何枚も描いたのはですね、ゴッホの果たせなかった芸術家共同体の夢、これを追い続けていたから何枚も描いたんだということでご納得いただきたいんですが、はい、いいですか。はい、すごい切ない話でした。切ない話、かわいそうなんですよ、うん、でもこの人はどうにかしてやりたいんだけどどうしてやることもできないっていうタイプの人なんですよ。でこんなこと言っちゃあれなんだけど、こういう人に関わるにはもう本当にとことんやる覚悟がなければ関わっちゃいけないと思いますね、じゃあ和田はどうすんだっけ。私は身代わり立てるんだろう。なんで身代わりって。